岩手ワンゴ広報室始まるよ。今週のテーマは岩手で働き暮らす魅力が満載の情報誌岩手ダヴィンチ2021。現在絶賛発売中の岩手ダヴィンチ2021、県内就職や UI ターンをテーマに県内企業や岩手で暮らし働く魅力を紹介しています。県ではこれから就職を考える高校生をはじめとした若者の皆さんに、岩手には魅力的な仕事がたくさんあり豊かな生活を実現できることを知ってもらい、就職するなら岩手という考え方を持ってもらうために岩手ダヴィンチ2021を発行しました。表紙は大船渡市出身のお笑いトリオ四千頭身の後藤匠さんです。また県内で働く人たちの様子をコミックエッセイなどで紹介しています。岩手ダヴィンチ2021はプロ野球選手の佐々木朗希さん、声優の浅沼慎太郎さん、乃木坂46の佐藤梨花さんなど県出身の著名人が岩手の魅力を紹介するコーナーや、岩手で働く若者と UI ターンして定住した皆さんが語る岩手で働くことにした訳、岩手の魅力などのインタビューを掲載しています。このまま仕事だけっていうのでいいんだろうか、果たしてっていうのが自分の中で疑問を抱いたのがあって U ターンしましたね。子育て、まあ、しながらもやっぱり仕事はしたいっていう思いはあって、家族が近くにいた方がいいだろうというのはすごく感じていたので、岩手以外には考えてなかったですね。仕事とプライベートのバランスを取りながら今の自分に合った心地よいペースで過ごしていけることだったなというふうに思います。岩手ダヴィンチ2021は首都圏や県内の書店、コンビニエンスストアなどで発売中です。県外で働くご家族やお知り合いの方にもぜひご紹介ください。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。